頑張っても頑張っても報われない努力がある今日はそれを解説しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターおかちです本音で生きるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはいこんな言葉があります努力は必ず報われる もちろんね努力することで新しい能力を身につけ新しい知識を習得できるそして行動することで夢に向かって近づいていくだから自分が思っている目標を達成できたり、えー、その時欲しいものを実現できたりするだから努力すること行動すること頑張ることは大事だよねそういうことだと思うんですただどれだけ頑張っても報われない努力というものがあるんです例えれば氷の上で 車に乗ってアクセルを踏んでるような感覚、ラットレースの上で全速力を走ってるような感じ、どれだけ努力しても、どれだけ行動しても、全然前に進んでる感じがしない、心が動かない、楽しくない、面白くない、喜びを感じない、そして、幸せじゃない、このようなことはありませんでしょうか。 今日はそれを解説しますこの動画を最後まで見ていただくことで、えー、努力行動する前に大事なことが分かり正しい努力をすることで本当に 本当ににに欲しいものを手に入れられらるようになります夢中になって生きられるようになるですので最後までご覧ください、えー、このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣考え方生き方そしてライフスキルを紹介しています、えー、よかったらチャンネル登録ボタンをポチッって押してもらえたら嬉しいですあと、えー、SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいはいということでは早速本題に行きましょう はい、ええー、と今日のテーマは、えー、頑張っても報われない努力ですね。頑張っても報われない。努力とはちょっと明確こ,こちらですしゅ。はい、恐れが出発点の努力そうなんです。恐れを出発点にして努力をしても報われないんです。例えば。 このままの自分ではダメなんだこのままの自分では必要とされないだから努力しないと頑張らないとノルマを達成しないと居場所がなくなる役に立たなくなるだから頑張らないと努力しないと努力して結果を出さないとという努力です。 これ、昔の僕がまさにこんな努力だったんですけどこんな不安や心配そして恐れそして無価値観であったり自分の欠乏感を埋めるための行動努力というものはどれだけ頑張何て言、えー、うかね、えー、コップコップがこうあった時にコップの底に 穴が開いてるようなな感覚なんですねどれだけエネルギーを入れても穴が開いてたらどんどん抜けていくんですよ。抜けていくからもっと頑張らないともっと努力しないと自分はダメなんだ。 ってなってすっからかになる自分が燃え尽きてしまう燃え尽きてしまうから他人からエネルギーを奪おうとしちゃうするんですねもっと私を見てもっと私を認めてほしいってで人が成功してたらなんであいつだけって言って人の成功を喜べなくなったりするということで人との関係がギクシャクしたり自分が疲れてきてうつ病になったりする っていうことなんです。だから、恐れとか不安、心配、それを解消したり、それを埋めるための努力っていうのは、どれだけ頑張っても満たされない。そして、意識が外に向いているから、満たされ、あの認められたりとか、頑張らないと外に向いているから、今やるべきこの一点に集中できないんです。だから、最高の自分のパフォーマンスを発揮できない。だから、いろんなことを学んでも忘れてしまったり、結果につながらなかったりするんです。 はい。で、もちろん努力すること。本気で頑張ることは大切なことです。ただ、その出発点、その出発点が恐れではなくて希望であったり。 愛であったりワワクワクやってみたいっていうものそういう自分の本音を出発点にやる努力これだったらまず自分の本音とつながるということなんです自分が本当に心からワクワクすることを自分が選び取ることです、ね、自分が選び取ってやるなんかやらなければじゃないとなくてやりたい 自分の本音から湧き出てくるそこを出発点にやる努力なら報われるということなんですね。で,でそもそもね自分がどんなことをやりたいのかどんなことが好きなのかって分からなくなることもあるんです。なぜなぜら外に意識を向けている とやっぱりね他の人の顔色他の人が幸せになるためっていうふうに自分を犠牲にして我慢して生きていると自分の気持ちがやっぱりわからなくなるそういうことがあるんです僕がそうでしたでそういう時はまずは自分の気分を満たすってことが大事です、まあし しっかり休めるんやったら休む休む息をとって、休息をとって、頑張らないとっていうその意識ではない状況にまずは身を置くんです。頑張らなくてもいい状態に身を置いて、しっかり休む、休む、休息をする。そして今の自分の気分を満たしていくんですね。その瞬間瞬間、できる限り自分の望みをたくさん叶えていく。お、う、い、ん、しいコーヒー飲むのでもいいし、カフェに行くのでもいいし、一人カラオケでも何でもええと思うんです。はい、自分分の気をを満たしていくことを やっていくそうするとその、ね、自分のエネルギータンクが、ね、少しずついっぱいになってあ溢れてくるようになりますよね。そういうふうにやっていくとご機嫌な状態になるんです。ご機嫌な状態だで,だですとどんなになんか苦しいことでも嫌なことでもよく見えてくるんですよねあの。いわゆるサングラスのグラスが真っ黒の,真っ黒の状態やったらどんなものを見ても真っ黒ですよね。あの楽しいことでも楽しくないとかやりたいなって思うことでもやらなければってなってしまうんですよ。でもそのグラスを、ね、ポンって,変えてし、ま 例えばピンク色であったり黄色であったりそういう明るい色のグラスに 変ええるるるとで物事がね、ね。ハッピーに明くく見えてくるんです、ね、苦しいことも楽しいことに見えてきてやらなければならないこともやりたいことに変わってくるってことなんですよ。でそのためにはねご機嫌の状態を作る自分のエネルギータンクを満タンにすることがすごい大事なんですよ。これがカラッカララッやっったら、ら、ね、相手からエネルギーを奪ってしまうんです。で世界中すべてのものが真っ黒に見えて、えー、となんか楽しくない、えー、やらなければならないことに変わってくるんですよ。 そうすするるととねねやっっぱ生きてていくくくことが辛くなってくるんです、ね、だって毎日が面白くないしこの世界には喜びが全くないっていう風に見えてしまうからだから自分の気分を満たしてまずは自分の本音とつながるそうするとあれやってみようかなこれやってみようかなあれやりたいこれやりたいっていう風に、ね、ちょっとずつ自分がやりたいことが見えてくるんですよ。でその見えてきたことを自分で選び取って でそれに対して本気ででやるってことこす自分がまず本音とつながって見えてきたやりたいことに対して本気でやる全力でやる100%の力を注ぐということなんですそこで本気でやるからこそ夢中になれるんですよ自分が選んだこと自分がやりたいっていう自分の本音とつながって努力できた先に夢中があるんですよ夢中いわゆるフロー状態ですあっという間に時間が過ぎたとかもうすべてのすべてとつながってる感じ自分の 自分の全てがその一点に投入されてる感じですその状態ですと自分の最高のパフォーマンスが発揮できる自分の力を発揮できる実力を出せるということで問題も解決したり相手からも喜んでもらえたりとかそういうのが最強のね集中力でやるからいろんなことを学ぶことができるということなんですはいだから、あのー、まずは本音とつながる本音とつながることなしにやるとなんかねやら,もうや,やらないとあかんタスクが出てきた時に無理やり今日 もう頑張らないとってこう自分でスイッチを入れ奮い,い,い,い立たさないといけないんですよ。もうエネルギーが空っぽなのに空っぽのエネルギーから無理やり絞り出してやらないといけない。そういう状態ですとやっぱ本当に燃え尽きて苦しくなってストレスが溜まって眠れなくなったり何事もやる気がなくなったりうつ状態になってしまうこともある。だから本音とつながる。本音とつながったらそこからエネルギーが湧いてくるから。そして自分が選び取ったことだから本気でやった時夢中になれる。夢中な状態っていうのは最高の自分が表現できてる状態。 ですはい自己発揮できるんです置かれてる職場で置かれてるコミュニティではいだから順番としては本、えー、本音ででで生生生きききるるるそそして本気ううすれれば夢中ということなんです、はい、これがねすごい大事なんかなと思っておりますということでえー、っとね皆さん普段頑張られてる方が多いと思うんですけどその頑張ってる自分に一言問いかけてくださいこの頑張った先に 一体何があるのか、はい、その頑張った先に一体何があるんだろうってそれが見えますかそれがもし見えないのであればその頑張りはする必要があるのかなって考えてみることが大事ですしそれが見えたとしてその世界が 自分がワクワククすするかかどうかなんですねその頑張った先の未来にその未来にワクワクしないのであればそれを頑張る必要があるのかこのレールを進んでいく意味があるのかなっていうふうに問いかけてみることですでもしないのであればこのレールではない違うレールを進むことも考える必要があるのかなと思うんですただまあ社会社会人なりたてで新入社員で入ってそんな時にこの頑張って何の意味があるのかなって分からん状態でもとにかく与えられることを 必死でやるそういううい期間があるのも大事やと思うんですそこで頑張ることであの世の中のことが分かって自分の先の未来が見えてくるそして、えー、自分に何が向いていて何が向いていないのかが分かるそういう期間があってもいいんですけどずーっと そういうう期間でである必要はないいと思うんですよねいつまでそういうことを続けるんですかという期間を設定する3年であったり3ヶ月だったり1年だったりどんなんでもいいんですけど今このいや頑張った先に見えないこの状態をいつまで続けるのかって期間を設定することも大事だと思いますですので一度問,問いかけてみて,みてみてください。その頑張った先にいっ 何があるのかもしそれに答えられなかったりそこにワクワクしないのであればそのレールではない違うレールに一歩踏み出してみることもしくはまずは自分を、えー、休養をとって自分に休みをとってご機嫌状態を作るということ、まあ、こっちの方が先ですねご機嫌状態を作って本音とつながるということそれが大切なのかなっていうふうに 思っておりますはいということでね、えー、今日のテーマは頑張っても報われない努力でしたそれは恐れが出発点の努力です不安であったり心配であったりこのままだったらダメなんだっていう風な無価値観その欠乏感を埋めるための努力っていうのはどれだけ頑張っても満たされませんはいそうじゃなくてまずは自分が本音とつながって自分は心からやりたいそ,そっちの方に行きたいんだっていうところをベースにしてそこを本気でやる そうすることで夢中になって楽しく自分らしく生きられるようになりますはい、えー、今回の動画少しでも勉強になったためになったおかっち頑張れマックスいいねっていう方は高評価ボタン押してもらえたら嬉しいです、えー、高評価ボタンじゃなくてもいいです何かしらも低評価でもいいんで何かしら評価ボタンを押してもらえたら嬉しいです、えー、コメントも全部見てますので、えー、おかっちファイトを一言でもいいのでコメントください、えー、こんな感じでこのチャンネルではとにかく本音を選択する 生きるための考え方、生き方を全力で紹介してますもう出し惜しみなく、はい、やってますので、えー、少しでも興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえておかちと仲間になってください。はいえー、そんな仲間になりたくないっていう方も、えー、この動画に興味持ってくださった方は、えー、ポチッて押してもらえたら嬉しいです。 はい、でさらに自分らしく生きたい、えー、本音で生きたいって興味を持たれた方は概要欄にブログを貼り付けてますそのブログを見ていただければ日常生活や職場で具体的にどのように行動すればいいのかっていうのを、えー、解説してますので今35回ぐらいまで解説してますので、えー、そちらも合わせてご覧くださいはいということで The End それではワンダフルな一日をお過ごしください。See you.